はい、はい、野球戦でも初優勝ですか、はい、優勝竹雄です。竹雄です。初優勝でした。ようやくなんとかしのげました。ただそれ以降ね、着ちょっとばらつきがちょっと決勝乗れてないんで。そうですね。せっかくね、こうワンステップ上がったんで、まっさら地元なんで頑張ります。ただこの新車に変えてから結構良くなってきたんで。新車いつから？3月の福井から。あ、それです。この福井から乗り出して感じが良くなってきたんで、もう一台、注文させてもらって。いつ何時にも。ね、本当ね、ようやくですね。どうでしょう、ご自身の感想は。そうですね、本当はもうちょっと自力で力つけれたらよかったんですけど、なんか最近そういう自在のレースも増えていったというか、まあ、僕も そっち向きかなっていうのは。なるほど、タイプ的には。もちろん前も回って自力も出すけれども。そうですね、まあ、誰かいれば使わせてもらったりっていうのは。難しいですね。後ろは後ろでちょっとまた走り方が変わってくるので。そうですよね。なんかやっぱりアシストとか、まだまだなんで、ちょっと横の動きとかはまだ勉強中です。でもそういう競争も増えていく。後ろは後ろになったら後ろになったでまたちょっとなんか考えることいっぱいあるんで、ってなってるんですけど。常に勉強中ですね。調子的にはどうですか？調子自体は悪くないと思います。まあ、なんかちょっと鈴木あんまり良くなかったんですけど、体の感じ自体は悪くなかったので、今回もうちょっと組み立てなりしっかりしていったらいいかなと思います。